また勝手に上げて使わせてもらいますんで。はい。はい。全然大丈夫です。はい。ということで、じゃあ早速、音声配信勉強会第2回ということで、やっていきます。今日はですね、まあ、とりあえずエネルギー愛の方が、もう最近ちょっと、最近気づいたんですけど、パッて見たらなんか副部長っていう項目が増えてたんですよ。あ、そうなんですね。それまでなかったんですね。なかったんですけど、あの、なんか副部長っていう言葉は結構飛び交ってたような気がする。飛び交ってた。ただ、飛び交ってたんですけど、パッて見たときに、まあ、なんか、なんとなくは、なんとなく気にはなってたんですけど、この副部長って設定できるのかなと、もう一回見てみたらできたんですよ。あ、それで、そうです、そうです。メッセージが。メッセージなんか来てましたよね、なんか副部長に。あ、来てました。だから、登録していただいてから、はい、ウィークリーレポートみたいなのが、その参加者の年齢層だとか、そのアクセス数だとかっていうレポートが届くようになりました。届くようになりました。はい、なりました。よかったです。で、一応まあ、もうせっかく、まあ、石原さんの、まあ、これまでの貢献度とかも考えですね、もうでちゃんと正式にこれ任命できるやんと思ったんで。ありがとうございます。はい、口だけじゃなく、ちゃんと副部長にしてみてください。いや、でもそれ、あると思ってたんですけど、なかったんですね。いや、最初なかったですよ。で、なんか気づいたら増えてて、あ、多分なんかアップデートで勝手に追加されたんだろうなと思ったんですけど。なるほど。で、僕がまあ気づくのが遅れて、今、パッて見たら、あまあ、そこは別に登録だけの問題なんで、それがないと活動できないわけではないんで。ないんですけど、大きな問題にはならないから、まあ、ゆっくりやってたんじゃないですかね。でも、まあ、一応、石原さんもね、実際に自分も副部長っていうのを改めて認識してる方が。そうですね。やっぱりちゃんと登録されたんで、公になったっていうところで。ステータスでちゃんと見てたら、一応ね、副部長で今、こういうコミュニティやってますって言うと思うんで、まあ、それで全然使っていただいていいので。はい、なんで一応まあ正式にこれで石原さん副部長確定なんで、はい、副部長になりましたとかで自分の投稿に上げてエネルギーや何気に宣伝しますまあ自分の中の出来事ってことでエネルギーや の部活の副部長になりました報告をやりつつエネルギーやの宣伝を何気にしときますはい、何気にしてください、はい、石原さん副部長になったんで、まあ、今度はですね、一緒にコンテンツも考えていきたいので、はい。はい。まあ、一応ですね、そのまま送らせて、まあ、その、今僕が、とりあえず、ポッドキャストとか、YouTube、はい、まあ、基本的に YouTube で上げてるやつを基本アップしてる感じなんですけど、はい。なんか他にこんな上げた方がいいんちゃうかなとかっていうのがあれば、全然、打診していただければ。上げるっていうのは。だから、なんか、内容、こんなん、他にこんなんあげたらどうですかみたいな。あ、ポッドキャスト以外にってことですか。以外にも、なんかこんなんあげたらいいんですか、いいんじゃないですかとかで、一応僕が今考えてるので言うと、はい。まあ、完全にわさらぼのパクリになってくるんですけど、はい。わさらぼのやつって入会してます？わさらぼ。はい、入会してます。で、わさらぼの方で副部長いるじゃないですか。入会ってあれ、入会有料のやつですかね。バサラブの登録をしてるでしょ、部活の。あ、部活は入ってます。入ってるでしょ、まあ、入会というか、部活入って、はい、あ、入会とは別で、バサラブの別の無料のやつでの部活、うん。無料の方は入ってますね。僕も入ってるんですけど、あそこで副部長が出てきて喋ってるじゃないですか。はいはい。一緒に、部長と。はい。ささんと一緒に。だから、うん、堤さんでしたっけ。結果だったと思いますね、確か。結構若い方ですよ、ね。若い方。で、はい、でもなんか話聞いてると渋いというか、なんていうんですかね。なんかちょっと、うん、ね、なんかこう生かした感じの声でしたけど、まあ一応、そんな感じで今考えてるのはもうなんか石原さんもと僕でなんか音声の収録したらいいかなと思ったんですけど。あ、そうですね。で、部長と副部長で音声の収録をしてそれを流す。顔出しは結構ハードル高いですけど、まあ声だけだったら全然大丈夫ですよ。いいでしょ。いやだから別に声だけで全然。基本的に声だけですよ。うん、でまあでそれでまあ絡みとしてはもう別にはだからもう。お話ししてた通り、ポッドキャストにゲスト出演していただきたいですね。はいはい、それは全然 OK。それで2人で話している内容を、部活動としてあげようかなと思って。ああ、いいですね、それは。いいでしょ、発想としては。はいはい、はい。で、とりあえず第1弾ということで、はい、今回、だから今日もうとりあえず、なんか、今日参加予定の方が、もう1人いてたんですけど、
なかなか、連絡がない状態なんで、とりあえず、まあ、多分やり方も分かってないのかもしれないんですけど、うん、とりあえずもう始めてるんですけどね。はい。一応ですね、本丸ラジライブの、まあ、見学、あ、見学によって、まあ、その、まあ、公開収録と、まあ、一応、まあ、セミナーを、まあ、やったときに、はい。その時に、余ってる質問があったじゃないですか。はいはい。まあ、出始めに、こちらの質問をポッドキャストで収録したいなと。はい。で、まあ一応、まあ、だから主にテーマとしては IT とかプログラミングとかで、まあ、また石原さんの方で、まあ一応今、まあストックあるんで、その質問が使い切ったら、それは、それとはまた別にそういう質問をまた考えていただいて、はい。継続してそういう感じで質問ということで、まあだから、できればもう部活、もうエネルギーの部活も絡めていきたいなと思ったんですよ。はいはい。もうそれ自体を部活にするってことですね。そうです、そうです。もうだから、ポッドキャストの収録自体、まあ音声配信勉強会なんで。うん。それ自体も、まあ、実践も兼ねてやって。実践も兼ねて。はいはい。実践も兼ねて。で、はい、僕ももっとこう、チャンネル登録者数とか再生数とかもっと上げていきたいので、まあで、その辺に関しては、まあ、いろいろ、まあ、今までのコンサルの中で結果は出してはきてますけど、まあ、自分でも一応いろいろやってみたいんで、その自分で一からこう立ち上げてやっていく、そのプロセスを、前言ってたような、そのプロセスをもう、それ自体をもう勉強会とかでやっちゃってしまってっていうのであれば、別にね、全然試しにやってたんで、はい。いいかなと思ったんで、そうですね。で、本当に実験で、まあ、やって、で、まあ、そこに関しては本当に実験で試行錯誤しながらやっていきつつ、その過程をもう部活内で流してしまったらいいかなと思ったんで。まあ私も自分の Facebook に流すんで、それがまあ自分のプロセスエコノミーになるんで。そうですね。テーマは別に何でもいいんですよ。だから何でもいい。で、石原さんはだから基本的にゲストで出演するだけでいい。だから編集もこっちでやるんで、音声の編集もこっちでやって、アップするのもこっちでやりますから。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ楽でしょ、石原さんも。ゲストで喋るだけ。私はだから自分の Facebook を投稿することでエネルゲイヤーの認知度と、あとその部活の自体の認知度もやっぱり高まってくるので、はい、まあ、集客っていうの一環にも多分はなると思うんですが、そのファンが集まれば結局外から参加者が集まってくるんで、興味はある人が多分参加してくれると思うんですよ。まあそういう投稿を見て面白そうだなと思った人は多分参加してくれるんで、まあ、そういった人がアクティブユーザーになってくれるといいのかなって。いいですよね。で、そう考えたので、で、まあ、いろいろこう、まあ、何回かちょっと、まあ、いろいろ試してる中で、やっぱり、まあ、今の旬なところで行ったりとかも考えた上で、まあ、僕がとりあえず、まあ、部活動を、まあ、改めてちょっと本格的にやるってなったら、やっぱこの形が一番いいかなと思ったのが、まあ、要はまず、これからを考えると、音声配信の勉強会。まあ、音声配信プラス、まあ、要は動画配信ですね。YouTube もそうなんで。音声プラス動画配信の勉強会。まあ、だから次からぐらいから、まあ、音声と動画どっちも言えばいいかなと思いますけど、音声動画配信勉強会という形にして。で、まあ、本丸ラジオ、基本的には、まあ、今、本丸ラジオのメインパーソナリティになったんで、うん、その活動もの一環もあって、ポッドキャストで今やってるので、まあ、それで石原さんも、まあ、出演いただいたん で、それの絡みで余った質問をポッドキャストでやると。うん、で、さらに今今日の話とかも思って考えたこととしては、やっぱりエネルギーエア自体の部活、まあ要はだからコミュニティですよね。まあこれからのコミ、まあリーダーのライティング講座とかでも、リーダーのためのライティング講座とかでもあったと思うんですけど、まあコミュニティをどうやって作っていくかっていう。はい、うん、で、まあだからそのエネルギーエアのその部活動をまあ活発にしていくためにどうしていったらいいかっていうのを二人で試行錯誤してやっていって。うん、でそれでそのコミュニティを、まあ、まあだからその時コミュニティの作り方みたいな感じですかね。まあ、もっともっとですね。コミュニティの作り方プラス音声配信と動画配信の勉強会。はい。まあ、これが一番、まあ、今のエネルギーアにも合ってるかなと思ったんですよね。そうですね。私自身も自分のコミュニティが全く不発なので60人も集まったのに、あの熱は一体どこ行ったんやみたいな閑散としちゃってるところがあるんで、まあだからまあ、そこから初めてどこまで行けるかみたいな話です。だからその今そのやってる、言うたら石原さん そのコミュニティとかもあると思うんで、まあ、だからそれも含めて、まあ、2人で実践、まあ、部長と副部長がひたすら実践して、それをね、ですね、
報告とかも一応やりつつで、毎回こういう感じでこう話し合ってどんな感じでとかっていうのも報告していけたらなと思ってるんですね。で、まあそういうのを、まあ、毎回そういう形でやっていって、まあ毎回こういう感じで、話もしながら、打ち合わせもしながら報告もやっていこうかなっていう、まあそれが本当に部活かなと思ったんですよね。そうですね。それはすごく実践も伴っていて。伴ってますよね。しかも、まあ、それ自体が集客になるんで。なりますね、はっきり言って。うん、で、周辺、だから、おいしいじゃないですか。集客もできて、エネルギーやという部活のコミュニティ。だからもう、一つで3つか4つぐらい、おいしいっていう。4兆ぐらいになると思ったんですよ、考えて。そうだと思います。いろいろ考えた中で、で、まあ、ね、何回かまあ勉強会とかまあリクエストあって、まあ、やってはいますけど、うん、やっぱあれはちょっとやっぱつまんないって言うと失礼ですけど普通の勉強会だけだとやっぱなんかまあその時にインプットして聞くけどやっぱアウトプットの場合がない場所がないと結局忘れちゃうんですよね、せっかくインプットしても。だからアウトプットとインプットがなんかやっぱり今回の企画みたいに両立してるというか。ね、その方がいい。僕も考えて。いや、楽しいし、はい、実りもあるかなと思うんで。そうですね、まあ、それも感じたのと、で、まあ、エネルギーアの、実際、エネルギー TV とかで、まあ、部活の運営に成功してる人とかの話を聞いてる感じでいくと、うん、僕がメインでいろいろ喋ってるっていう形にするのはやっぱり良くないって話を聞いてたんで、そこで考えを改めたんですよ。ってなった時に、やっぱりまあ福井部長の石原さんにも、ちょっとまあバンバン出てもらう形でやりつつ、うん、まあ、一緒にとりあえず2人で部活をやって、うん、でまあ様子見ながら、もしあれだったら石原さんとそのコミュニティとかも、このエネルギーの方に入ってくれる人がいるんだったら入れてしまって、一緒にやってしまってもいいかなと思ってるんですけどね。ああ、告知はしますよ。だから、こういう活動始めましたとか、コミュニティには。で、なんか、こういうのやってるみたいな。緊急報告みたいな。で、それで一緒にやりませんかっていうのでオファーかけて、そこから、うん、そこからで絡んでいってもいいと思うんですよ。そうですね。そこに関しては。だから、一旦、まあ、その辺の切り替えとかの考え方とかも、考えて、展開していったらいいと思います。だから、まあ、今、コミュニティがうまくいってない、まあ、理由が何なのかっていうのも含めて、それだったら、うん、じゃあ今度コラボっていう形のコミュニティにしたらどうなのかとかね。なんかいろいろコミュニティについていろいろ僕らは研究した方がいいと思うんですよ。そう。一応情報源はいくつか今、まあコミュニティ勉強しようと思って、はい、まあ教えてくれる人がいてるんで、はい、まあその辺もちょっと学びながら、その中からちょっと試してみたいことをこういうところでシェアして、はい、まあ良さそうだったら実際やってみるとか。で、はい、だからまあ言うたらこれからっていうのは要するにあれですね、この部活のこれからの活動筋はまあコミュニティの作り方と音声配信と動画配信の勉強会および実践会みたいな感じですね。そうです、そうですね、まさにそうです、ね、そういう枠取りでやっていきたいな、ね、盛りだくさんですけど。でまあ、まあ一応ね、この動画前、初回の勉強会ですか、はい、今日まあ一応結果報告2つほどあるんですけど、まあ、あれからちょっとアップさせて動画上げたんですけどね、うん、で視聴回数を見たらですね、うん、一応見てるんですよ。すごいですね。一応見てました。4回見てますわ。あ、すごいですね。4回視聴だから部員の中で多分4人見てるんですよ多分。うん、だから全く死んでるわけじゃないのは分かります、うん、で分かったので、だから多分活動のそのだから僕も手探りの状態でやってて、まあ、だから最初のそのまあ部活動に関してなんかちょっと自分の中でうまくいってないなって、なんでうまくいってないか考えた時に、うん、やっぱりその活動の軸とかどういうふうにやっていくかとかっていうのが、まあ、ない手探りな状態でやってたので方向性がないんですよ。だから、うん、あ、だから具体的にどうしたいのっていうのがはっきり見えてない状態だったんで、うん、だったんですよ、うん、そもそもで考えると。で、まあ、それで、まあ、そこでですね、一応僕もなんか気になって参加してる部活が何個かあって、まあ、ちょっとついでなんでちょっと上げますけど、はい。ちょっと参考にさせていただいた部活、ここで。まあ、別に、裏でなんか紹介してくださいねって言われてるわけでもないですけど、わけでもないですけど、ただまあ、今回、参考に多いになったのが、
まあ、とりあえず、ワサラボですよね。うん。マーケティング研究所。こことか、まあ、あとホームページ研究会とか、あとボディデザイン研究所ですか。はいはい。この辺の活動とかを見てて、うん。で、まあ、ちょっとだけ、見たって言ってもちょっとだけですよ。そんなに僕も忙しいんで、そんなに時間ないんじゃない。まあ、他にもいっぱいやることやって、ガーってやってるんで、そんなにむちゃくちゃ見る時間なかったでしょう。ちょっとチラチラ見てる感じで、でワサラボのマーケティングに関しては、まあ、正直もう上がってるやつは全部見てるんですよ。聞いてるんですよ、ちゃんと。うん。勉強がてらね。一応聞いてて、どうやってんだろうなっていうのを含めて。はい、はい。主にそこも参考にさせていただいた。で、まあ、その辺の情報とか、ホームページ研究会の、まあね、ホームページ研究会が結構、一回参加したのがでかかったかもしれないですね。うん、復活で一回参加して、はい、参加した時に2人だったんですよ、参加者が。はい、で、僕が入って3になって、で、そっから、うん、そでなんかね、そのまあ、やってて、その、細野さんがやってるんですけど、はい、熱量がなんかあって、まあ、熱いって言ったらあれなんですけど、うん、一応、なんか一応一生懸命やってるのが2人でやってて伝わってたんですよね。うん、で、ただまあ、僕も忙しくて何回も出れてはいないんですけど、なんかそれで、なんかさらにもう1人増えてとかで、参加者が微妙に徐々に増えていってるんですよね。ずっとやってた。はいはい。で、それ、なんでじゃあ、なんで増えていくんやろって考えたときに、まあ、主にホームページ、まあ、なんか要は、やること絞ってやってるじゃないですか。うん。これって決めて。はい。で、僕にはそれがなかったと思ったんですね。よう考えたら。ホームページ研究会で実際、活動としては何をやられてるんですか。要は、ホームページのいろんなことに関して、部員がいてるんで、その部員が質問とかして、それに対してなんかいろいろやっていくみたいな感じですよ。あ、主に、まあ、別に宣伝するわけじゃないですけど、まあ、僕ら2人がなってる中小企業デジタル化応援隊事業 IT 専門家ってあるでしょ。はいはい。あれでのホームページの制作とかの、どういうふうに進めていったらいいかとかの話もやってますわ。うん、僕はその辺やってるっていうのを聞いて目をつけて、そんで入ったんですよ、一応。なるほど。ちょうどたまたま今対応してるお客さんがそれやってくれっていうのでやってたんですよね、たまたま。うん、ただまあその、今挙げた3つの部活をヒントに得て、で改めて考えた時に何がいいだろうってなった時に、そういえば僕本丸ラジオのメインパーソナリティになってるなと。うん、そもそもまあ発達障害かける IT マネタイズラボなんで、うん、で、まあ、おかげさんで、実際に本丸ラジオのメインパーソナリティになったおかげで、まあ、それでゲスト出演したりという方の何人かはコンサルしてくれっていう話になってやってるんですよ。ああ、それは良かったですね。すごい。やってます。石原さんのおかげでもありますけど。うん、でそれでまあ入会者が何人かちらほら、いて、はい、コンサル、現在進行形でコンサル中と。うん、で、まあ、だからもう、そのメインパーソナリティになっただけでマネタイズまで行ったんですよ。うん、で、それでやってて、やっぱり、あ、で僕もまあ何回もそのマネタイズに関してやってきたんで、今まで。はいはい。ここならもストアカーもメンターもそうですけど、うんうん、僕、場所変えて何回もマネタイズやってるんですよ。うん、実は。実はというか、まあ、それは当たり前ちゃう。まあ、こういう仕事やってるんで当たり前ちゃ当たり前なんですけど、うんうん、研究がてらね、いろいろやってるわけですよ。で、まあ、今本当にだから集客の窓口で言ったら9個以上あるんで。うん、9個以上ありますね。で、9個以上あって、まあ、その中でいろいろマネタイズやってきた中でやってきたので、まあ、言うたら、それが元で、まあ、一応マネタイズもできるところまで行ったんで、で、まあ、今回それを機に、なんかこう、マネタイズにもつながりつつ、IT とかにもつながりつつ、でも僕自身発達障害なんで、まあ、その全ての発達障害かける IT かけるマネタイズで、あとまあかけるで、あとはまあ皆さんの部員のコンテンツで掛け算したいなと思ってるんですけど、そういうまあマネタイズラボで何がいいかなって考えたときに、今の感じ、コミュニティについてっていうのと、音声と動画の勉強会。うん、まあ、一番旬なんでね、音声と動画って。これからもうむちゃくちゃプロレスなんで、音声と動画は、うん。できないと話にならないんで、これから。そうですね。なんで、音声配信と動画配信の勉強会もさらにやりつつ、まあ、コミュニティ、エネルギーっていう部活内でのコミュニティの作り方ですね。どうやって活動を広げていって人数を増やしていくかみたいな。うん、それをリアルタイムで2人で、部長の僕と、副部長の石原さんとで活動でリアルタイムでやっていったら、うん、で、まあね、こう2人でや、まあ、その石原さんと結構絡んでると思いますけど、やっぱり石原さん本当に、なんか真面目ですし、ちょっとずっと行動力もあるし、なんか早いなっていうのもあるし、なんかそのね、ちゃんとコツコツやる方だなと思ったんで、う
はい、ありがとうございます。なんで、まあ、その辺も感じて、だからもう、一人でやるよりも、二人でとりあえずずっとやってたら、で、この二人の熱量が、まあ、多分、うんうん、ね、前回多分、その熱量が伝わったんですよ。うん。まあ、それも一応、それも一応あれです、和佐さんと木坂さんの話を聞いてて、うん、サンシャイン池崎が、はい。100回ジャスティス、あ、じゃあ1万回か。1万回ジャスティスとか聞いたことないですか？ああ、なんか聞いたことあります。いや、その話があったんですよ。ただジャスティス、回数やる。ジャスティスってさ、私1万回言ってるだけなんですけど、ただそれが一生懸命やってたら、それだけでガーっていったみたいな話で、はいはい、熱量は伝わるって話を聞いてたんで、そうですね。その話も聞いたんで、これだと思ったんですよ。なるほど。それだと思うんですよ。で、それで、その辺の話を参考にしながら、いや、僕ね、結構ね、やっぱりそのエネルギアの部活とかもいろいろ、全部ね、何しても見てはいるんですけど、で、リーダーのためのライティング講座を受けてる人とかを、まあ、受けてる人とかも何かいてて、まあ、見てて思うこととしては、やっぱりこう、学んでることを実践までいけてる人って少ないなって思うんですよね、やっぱり。見てて。僕はまあ、いろいろやってきたんで、その経験もあるからこそ、こうやってすぐに瞬間でパン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 ってできますけど、だから、もともとの話でいくと、エネルギア自体は正直、マネタイズまで正直行ってなかったんですよ。はい。行ってなかったんですけど、ただ、エネルギアかける、本丸ラジライブのメインパーソナリティでゲスト出演ってやった瞬間にマネタイズだったんですよ。その瞬間に。で、僕の狙い通りになったんで、やったと思いますよ。やっとできたと思いますよ。で、さらに部活を盛り上げるためにどうしたらいいのかっていうのを立ち止まって、エネルギアの TV とワサラボとかの動画を見て冷静に考えたときにこれだと思ったのが今に至る感じなんですけど、でそういうまあ熱量とかも含めて2人でこういろいろ喋って実践してやって報告、実践してやって報告っていうのを、ずっとやっていったら、まあ、響く人にはだからそれで響いた人が1人いて、その人は今回参加まで押したわけですよ。はいはいはい、なるほど。そう、今来てない、別に来てなくてもいいですよ。多分だからやり方が分からないので来れないだけなのかもしれないし、それはなぜか分からないですけど来てなくてもいいですよ。ただ、その記念すべき、まあ、今回こうやろうと思ってやった記念すべき1回目で反応してるじゃないですか。そうですね。つうことは刺さったんですよ。熱量は十分出てるんですよっていうことは。で、確かにまあそのおっしゃると、まあご指摘の通り、確かにそのこれまでの、勉強会に関しては僕も手探りもあったので、でまあ、個人的にも確かに、ちょっとなんかちゃうなと思いながらやってました。当たり前、まあ、分かんないですよね。俺もだから今自分の自己紹介サロンでセミナーやってますけど、はい、まあ、やっぱりそれだけだとね、集まり悪いしドタキャンが出たりするんですよね。まあ、そうですね。なんで今のお話は、まあ、自分のやってるサロンも多分同じことが起きてて、今一人で頑張っちゃってる状態なんです。だからあんまりその熱量を感じるところまでいけてないというか、だから誰かパートナー見つけてその人と楽しそうにやるっていうことがなんか取っかかりのポイントかなっていうのはすごく思いましたね。あ、でそれで僕なんか今ひらめいたんですけどね、もしよかったら、なんか石原さんのコミュニティとこっちと合体するのもあれなんで、もしよかったら石原さんも部活作れるじゃないですか今。はいはい。誰でも作れるようになったんですよ今部活。はい、だから石原さんも自分のコミュニティ用に部活1個作って、でそこでコミュニティ立ち上げて、僕そこの副部長をやるとかってですか、今思いついたんですけど。ああ、コラボですね。コラボ。まあ、今の、いや別にだからそれは今やりましょうって言ってるんじゃなくて、準備ができてからでもいいので、そういう方向で考えてみたらどうですかって話ですね。なるほど、それはいいですね。だって、おっしゃる通り、僕もそうでしょ。うまくいってない時で一人でやってたんですよ。そう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 、僕だけで頑張ってたんですよ、はっきり言って。で、何やろ、このなんか熱量の差は何やろ、一体とずっと思ってたんですね。で、人で最低やっぱ2人。2人から熱量を、その2人でやってる楽しさ、熱量みたいなのが伝わると、まあ、それに反応する人が集まってくるって、なんかそういうパターンですね。そういうパターン。で、やっぱり実際にそれはエネルギア TV の部活の報告会を見ててもそうです。まあ、はっきり、まあ、今回いろいろ見ててははっきり分かったこととしては、やっぱり副部長が重要なんですよ。ああ、なるほど。で、僕もそれでなんか、パッて見たときに、ステータスでも副部長の指定ができると思ったんで、石原さんしかおらんと思って指定したんです。
もうあの今の、今、とりあえず、あのまあ、部員の中で一番頑張ってるのは石原さんですし、でしかもまあ副部長やりますって言ってくれたんで、はい、で今回 の、 あのゲスト出演の、行動とか、まあ、実際一緒にちょっと、あの実際収録して、実際一緒にちょっと仕事させていただいた感じで、見た感じで、あ、もう副部長確定と思ったんで。ありがとうございます。僕だって一応その判断はしますもん。まあやってて楽しいっていうのが一番いやいや、ただ、いや、ただ、石原さん自身も楽しんでるなと思いましたよ、話、なんかこうやっててね、当日もやってて。あ、お金、確か欲しいですけど、お金もらって楽しくないのと、お金ないけど楽しいのとだったら、なくてもやっぱ楽しいことやりたいですね。いや、それも大事ですし、いや、みんなだから逆なんですよ、いきなり金金って言うからダメなんですよ、みんな。そうなんです。いや、そう、本当そうです。僕だって、あの、独立する前に、まあ、会社員で働きながら2年ぐらい副業でやってたんですけど、うん、僕1年目ボランティアでやってましたよ。はいはい。完全に無料でお金一切もらってないんで、うん、なんでかっていうと、なんか立ち止まって考えたから、自分の好きなことって何やねんってなったんですよ。うん、なんかその今、会社で、前の会社で働いてる時に、なんかもともと好きでやって、IT でやってる IT が楽しくなくなって、なんでこうなってんやろと思って、何なんだこれはっていう。なんか面白い仕事が全然面白くなくなって、なんでやねんってなって、うん、冷静にちょっともう一回面白い、本当にあの自分は IT は本当に好きでやりたいのかって、もう一回見直すために、無料でもいいからやったんですよ、1年。あ、はいはい、でそれ1年間やって、はっきりしたこととしては、やっぱり自分は IT が好きなんだっていうことなんですよ、うん。好きで好きでたまらないですよ。だから報酬もらわんでも1年できたんですよ、うん、逆に言うと、はいはい。普通の神経ではできないでしょ、だって。自分も今だから Excel VBA プログラミングもうそろそろ1年、去年の年末からモニターで無料でやってますけど、はい、楽しいから全然続いてるんですよね。無料でも。本当、本当、だから僕もそうですよ。だから楽しかったですよ。で当時楽しかったみたいな。で、それで、まあ、それでやってて、今回まあ部活でやりだ、まあ、エネルギアで最初コミュニティ立ち上げたときは、ちょっとお金稼ぎたいなっていうのが頭にあって、やってたんです、うん、最初。やってて、でもなんかちゃうなと思ったんですよ。それでやってたらやっぱりうまくいかなかったんで、もうそう捨てたんですよ。もうとりあえず、やっぱり木坂さんの言う通り、自分のやりたいことやったらいいやんと思ったんですよ。そうですね。うん、で、冷静に考えたらないのでラジオ番組やなと思ったんですよね。今やりたい。うん、だから音声配信と動画配信に力入れてないと思ってたんです、ちょうど。はい。だから今現在自分のやりたいことやろうと思ったんですよ。もうとりあえず、うん。リクエストもないし、みたいな。途中からリクエストの募集もかけてもないし、で石原さんに聞いても今ちょっとってなったんで、あ、もうじゃあ自分でやりたいことをやろうと思って今にいたんですよ、うん、で今冷静にこうなんか、まあ、まだ2回目なんですけどやっててよかったと思ってますけど、あ、やっぱ一応まあ自分の考えは間違ってはないと思ったんですよ、その時やってて、あ、でも間違いではなさそうだ、とりあえずこれでスタートもう一回してみようと思ったんですよ、うん、手探りですけど、それでまあ実際にそのまあ、全くマネタイズがない状態からどうやってマネタイズするのかも含めて、まあ、僕がもともとやりたかった発達障害から IT かけるマネタイズラボの形になったんですよ、今回。うん、僕がもうあの肌で見せましょうと。どうやってマネタイズまで持っていったらいいのかも含めて。それを僕の背中を見てくれって話で。うん、まあ、僕と石原さんの背中を見てくれって話です、うん。そういう意味合いでやっていったら面白いと思うんですよ。そうですね。でお互いだからコミュニティ、まあ、だから石原さんも僕もコミュニティありますと。だからやってるけど、なんか一人で頑張っててうまくいかんやん。それも石原さんが払う。原因が今お話聞いて、あ、なるほどって思いました。そこにやっぱ気づけないんですよね。いや、そうですよ。だってそれは、うん、あの石原さん気づけないでしょ、うん。僕はなんで気づけるかっていうと、マーケティング散々やってきたんで、客観的に自分を見ることができるんですよ、一応。うん、だから自分で気づけて、自分で解説。僕、これができるから、わさらぼの動画とか、まあ、わささんとか木坂さんのコンテンツを見て吸収して、自分で実践して、マネタイズまで持っていけるんですよ。これができる、うん。みんなこれができないですよ。客観的に物事を捉えてみるっていうのは、うん。みんな違うんですよ。置かれてる状況がみんな違うので、見方とか切り口を変えない限り、そのように見えないんですよ、ね。僕はそれができるんで。だもちろん、石原さんが気づけないのはそこなんですよ。そこが足りてないんですよ、結局。客観的に見るっていうのは。で、それはできないですよ、最初。僕もできなかったです、一応言っておきますけど。できなかった。じゃあ、なんで見れるようになったかって言ったら、できる人から教わったんですよ。うん、それしかないんですよ、結局。木坂さんの言う通り。そんなもん一朝一夕でつくもんじゃないんですよ。だから僕はこの今やってるところで、だからその今、部員の方も、出たらいいのにと思うんですよ。
出て、なんか相談したいことだったら相談したらいいのにと思うんですけどね。なんか聞きたいことがあれば全然、うん、答えられる範囲で答えようかなと思ってますけどね。だからまあ石原さんも、まあその、だから何気なく石原さんもね、なんか困ってることとか悩んでることをなんか言ってくれるじゃないですか、僕に。はいはい。だからやりやすいんですよ、こっちも。うん。肝心なこと言わない人もいるじゃないですか。まあ、でもせっかくやってるからね。まあ特に今だから自分がやろうとしてることと重なってるから、はい、やっぱそういう話題にが自然と出ますよね。ええ、うん。なんで一応まあそこに関してはそういうことなんですよ。だから一応そこも踏まえて、まあだから今日の話を参考にやってみたら面白そうでしょ、なんか。うん、そうですね。僕多分ね、この今までの情報とかと、まあこの、まあ、部活でうまくいってる人とかを観察した感じだけど、この形でいったらいけそうな気がしてきたんですよ。なんで一応まあそれでやってみたいなということなんで、だからまあ、とりあえずそれでまあ実践っていうので、まずじゃあ何やりましょうかってなった時に、とりあえずまあ本丸ラジオ、ゲスト出演していただいた石原さんに、まあ、ちょっと余ってる質問があるんで、それをポッドキャストで収録して配信したいなと。はい。で、まあど、まあ、ついでなんで、もう要はだから収録してる場面もこう撮ってしまってもいいのかなっていう感じですよね。収録してる場面、あ、動画でってことですか？動画でこの今の場面で実際に収録してる風景を撮って、はい、で変だからプロセスを全部見せた方がいいんでしょう。ああ、そうですね。それはいい。意味合いではその収録した音声がどのように配信されてるのかも含めて、まあ、間のそのやってるとこは見せないですけどね、もちろん。そこはまあいい、そこは言うたらやっぱりね、なかなかそこまであの。やってたあれなんで大変なんですけど、ただまあ収録してる風景とか収録してる風景ぐらいは別にいいかなっていう、まあだからその辺もまあ一応エネルギア TV とかまあマサラボとかのやり方を見ての観察で、あ、大体まあだから部活に関してもどこからが有料でどこからが無料での線引きあるじゃないですか。はいはい。それもなんとなく僕もやってて見えてきたんで、だから現在進行形で、これからマネタイズしようとしてるものだったら別にまあいいわけですよ、無料でも。試行錯誤してる段階ですから、うん、でそれで構築して最終的にコンテンツにして売り出そうかなって話ですよ、うん、それをやっちゃった方がいいかなと思ったんですよ。じゃあもう完全にその部活じゃないですか、吉田 IT クラブの。そうですね、発達障害かける IT マネタイズだもん。しかも実践もありき、いや僕のやりたかった実践会っていうのがこの形を取れば無料からでも始められると思ったんですね。うん、まあ、いきなりお金払ってってなったらなかなかハードル高い人もいると思うんで、そうですね、なかなか参加する人も参加する人もなかなかと思うんで、でまあ一応で本格的に個別でやってほしいってなった場合はコンサル料いただきますよって話でやりたかったんで、もっともっとで冷静に考えてどうしたらいいかって考えて分析した結果、まあこの形がいいんちゃうかなと思ったんですよ。うん、なんでまあそういう形でいきましょう。はい。当面は様子見て、当面はというかまあとりあえず一旦これで走らして、うん、でまあラジオ番組とかでのまあ実際やってるやつとかに関してもまあ進めていって、まあ一応まあラジオ番組に関してもおかげさんでゲストに関してはまあ12月までは埋まったんで、ああ埋まりました。なので、ね、次1月ご紹介した方も決まったんですか？はい、今回紹介していただいた方は明日ですね。明日ちょっと話すんで。ああ、はいはい。はい、明日話します。多分確定になると思いますけどね。うん、話します。明日話して、でまあまあ1月ですね。うん、1月で。ちょっと雨降ってきたんで、閉めるだけ閉めていいですかね。あ、はいはい。すいません、窓だけ。急に降ってきたんです。大阪は結構降ったりやんだりしますよね。はい、今窓閉じましたね。大丈夫です。はい。で、あ、今声聞こえてますよね。はい、はい、まあ、そんな感じでいったら面白そうだなと思ったんで、まあ、それでとりあえず進めていきましょう。そうです ね、その方が面白い、その経路を、ね、やった方が、まあ、確かにそういう意味ではね、あのエネルギーやとかもの活動とかもね、実際にやってるのやってますもんね、どんな感じでやってるかとかね、うん、そうですね。だからその辺、まあ、その辺は一応、モデリングで真似させてもらって、まあ、うちでも取り入れてどんな風に変わっていくのかも含めて、うん、これからやっていきたいなと。で、まあ一応、最初の第1回での勉強会で、まあ一応2人でやってきた、今日は結果報告ということで、一応まあ2人で拡散、したんですけど、はい。まず結論から言いますと、残念ながら週間ランキングのトップ10には入らなかったです。入らなかった。はいはい。入らなかった。残念なことに。
で入らなかったんですけど、ただまあ今回拡散で何したかっていうところに関しては一応まあ報告してみようかなっていうところなんですけど、でまず石原さんは何しました？拡散に関して。私は Facebook、まあ自分でまず自分の Facebook に投稿したのと、あとは自分が所属しているグループに、やっぱりシェアっていうか、そのラジオの配信のシェアをした。あと家族とか、まあ LINE の友達とかも、はい、結構だから見学者募集の時に声かけた人には一通り公開収録の音声のリンクは配信したというか、あ、飛ばしたんですけど、からここから聞けますよみたいな形にはしたんですけどね。ああ、そうです。配信数としては最低でも 5ぐらいは、まあ自分も聞いてるんで5ぐらいはあるとは思うんですよ。一応聞いたっていう報告を受けてるのが、はい、うん、5人はいてるかなとは思うんですけど、ね、聞きました。聞きました。はい、5回は再生あるんじゃないかなと思ってるんですけど。あ、そうなんですね。で、一応こちらの方では、Facebook と Twitter と、あとまあラジオ番組の、はい、でも、まあ、Facebook 使って宣伝はしてくれてまして。うん、で、あとあれですね。他で行くと、まあノートとかでも拡散してみたんですけど、はい。ノートとかやってるんで、ノートとかまあアップしてる YouTube とか、うん。で、でもまあ宣伝はしてるんですけど、ただまあそれでやっては見たんですけど、やはりなかなか週間ランキングトップ10には難しいなっていう感じはしましたけど、配信はしてみた。ちなみに週間ランキングトップ10って何回ぐらいだと入れるとかっていうのは、その辺の情報は。まだ聞けてないんで、また聞いたときに聞こうかなと思ってますね。はいはい。大体何回ぐらいかとか、それ聞こうか思ってます。うん、まあ、聞けてないんで、それは。一応、拡散はしてみたんですけど、なかなか、反応がって感じですね。まあ、一応、宣伝はして、まあ、バタバタしてね、ちょっと LINE アットとかメルマガでも、選定したかったんですけど、ちょそこまでテーマがなかったっていうのがあるんですけど、ね、うん、どうしよう。まあ一応それでもある程度媒体使って宣伝はしてみたんですけど、やっぱり、はいはい、なんか拡散もあるんですよ。週刊ランキングはあれ、毎週やってるわけですね。毎週やってますね。あれ、毎週やってて。で、まあ、ただですね、別なんですけど、YouTube のチャンネル登録者数が2人ぐらい増えたみたいな。2人増えたみたいな。なぜか2人増えたんですけど、ね、やったーみたいな。ちょっと嬉しかったんですけど。うん、で、まあ、まあ大体だからそんな感じで、まあまあ2人ぐらいなんであれなんですけど、まあ、こんな感じで地道に活動していって、まあ、その進捗の報告とかもね、していけたらなと思ってるんで。はい。で、とりあえずですね、あとまあ、ポッドキャストの、収録も、はい。したいなっていう感じなんですけど、で、一応まあ、これって回答ってもう用意してますよね、多分。回答、前回挙げた質問に対する、はい、対する回答は一応用意してあるんで、まあそれ以外でも多分何かしら答えられるとは思いますけど。ですよね。で、まあ、あらかじめでもなんか、はい、質問を上げといてもらった方が一応整理はできるんで。はい、あ、一応だからあらかじめの送りましたよ。だから、はい、もう考えてるやつですでに、発達障害でプログラミングをしておりますがってやつ。ああ、はい、はい。案件を受注するコツがあって、これ時間足りなかったでしょうか。送っといてもらえば、その、まとめるというか頭整理する感じでまとめておくので、まあ緊張するのは多分自宅でやるんでないとは思うんですけど、その真っ白になって飛んで何も言えなくなる現象は多分ないとは思います。あ、大丈夫です。で、まあ一応、はい、ただですね、今日まあ一応ポッドキャストの収録もやろうと思って、うん、事前に石原さんに送ろうと思ったんですけど、ちょっとバタバタして送る時間がなかったんですよ。はいはい。なので、でそれ でただですね、この後僕ちょっと今日結構立て込んでるんですよ。で、まあ、時間的に多分12分ぐらいだと、なんか、不発しちゃいそうなんで、はい。この今送ったやつを、次回の勉強会の時に収録したいなと。LINE で送ってもらったやつですね。LINE で送ってもらったやつです。はいはいはい。事前にやり方だけ見といていただいて。わかりました。これについてちょっと回答のあれを考えとけばいいと思います。そうです。事前に考えていただくのと、はい、で、まあ、僕のポッドキャストですね。ちょっと一応ね、LINE の方でも一応ね、まあ、載せてはいるんですけど、
載せてはいるんですけど、今一応ポッドキャストの方も送りましたんで、はい、ありがとうございます。送らせていただいたんで、一応ね、かよさんもちょっと時間足りなかったんで、一般の質問で収録したんですよ最近、はい。まあ、だからそんな感じでやっていただきたいので、まあ、見ていただきたいのが、その中でいきますと、一応ですね、まあ、あの第109回、はい、はい、まあ、一応メモっといてください。第109回、発達障害が体型を維持しすぎるための簡単に継続できる運動を教えてくださいってやつと、はい、でもう一個が、第106回の子どもが発達障害で家庭学習をするように促しても、嫌がって全くしないのですが、どうすればいいでしょうか。うん、これやったかな、ちょっと待って。これで合ってるから、ちょっと聞いてみますわ。怪しい。いっぱい収録してるから。それがかよさんの。安田、ちょっと待って。ゲストでなっていいのでしょうか。ということですが、高橋さん、はい、いかがでしょうか。あ、じゃあ別の人でしたね。すいません。106はちゃいますわ。外してください。106は外してください。あ、でも、まあ、いいっすわ。でも別の方ですけど、あ、106も一応そうです。一応ゲストで出てもらってるやり方なんで。106と109ですね。はい。とりあえず106と109聞いといてもらっていいですか。はい。わかりました。はい。はい、聞いといて、で、あ、そんな感じで収録見ますか。基本的に僕が、まあ、あのラジオ番組と、まあ、今までの違いと、まあ、本丸ラジオとの違いとしては、まあ、基本的にあの今回はもう2人で喋る感じですね。はい、なんで、木原さんが持ってるコンテンツで喋っていただきつつ、僕の方でも途中で間にこう挟みながらちょっと喋るみたい。対談みたいな感じです、ね。対談みたいな、要は対談です、はい、対談。わかります。それがずっとやりたかった、対談が。はい、でやっぱりあのわさらぼのとこ見ててもやっぱり対談になってたんで、うん、副部長と部長の対談だったでしょ。うん、そうですね。それやりたかったんですよ、ずっと。でちょうどね、石原さんも副部長で、ちょうどラジオ番組で絡んでたんで、あ、そこでポッドキャストつなげようと思ってつなげたんですよ。うん。まあだから結構 Facebook のライブも一人でやるよりその対談やる人が増えてますよね。増えてますよ。だってやっぱり、うん、聞く方が聞きやすいんですよ、対談って。うん、2人の掛け合いの方が。うん、だから、もともと一応話していくと、ポッドキャスト僕最初1人でやってましたよ。はい。ただやっぱりなんかそれだとね、うん、なんか味気ないって言ったりする。やっぱりなんかさっきのコミュニティが発展していくところと似てるようなプロセス。似てますよね。だからやっぱり2人いるんですよ、やっぱり。1人でなんとかしようとして、多分無理、ね、限界がなんかどっかやっぱあって、そこから先はやっぱ2人で、やっていって、そこで楽しんでる熱量を感じて、周りから集まってくるっていう、同じパターンな気がしますよね。そのパターンが多いですね、やっぱり。うん、だって、だから僕はわさらぼのなんか、有料版のオファーメッセージで来たんですけど、来たでしょ、確か。来ませんでした。はいはいはい、来た時に、僕、やりたかったんですよ、本当、うん。やりたかったんですけど、ただ、今やってる活動を考えたら無理だと思ったんですよ。うん、回らんと思って。個人的には分身できたりやりたかったんですけど、今そのわさらぼに咲いてる時間がない状態、リーダーのためのライティング講座も溜まってるんですよ、今4つぐらい、ずっと頑張って時間作って見てやってたんですけど、今4本ぐらい溜まってるんですよ。はい。あ、雨で今見れてますあれ、ちゃんと見てないですね、俺も見ない。なんかそのリーダーのためのライティング講座でなんかオファー来ませんでした。オファーは来ましたね。で、なんかこんなんで書いてみませんかみたいな。実際有料のコンテンツ見れますよみたいな、来てませんでした。はい。あれ、申し込みました？申し込んでないですね。僕も、そこまで、手が回らないですね。僕はね、やりたかった。ただ僕の場合気づけなかったって言ったんですけど。あ、でも、どの道でもね、石原さんと一緒に手回らないっていうのもあったんですけど。やっぱりね、なかなか無理ですよね。いいオファーが来ても取れないでしょ。やりたいけど、ちょっと。やりたいけど取られへんやんみたいな、結構最近それが大なってきたんですよね。なんか取りこれはわさらぼとそのさっきのやつもそうなんですけど、取りたいけどボール取られへんやんみたいな、これ以上やったら回らんやろみたいな感じなんですよ。
そこがちょっと今の悩みではあるんですけど、その辺もなんかどうしていったらいいかも、なんかね、なんか一緒に考えてなかったりやっていったらどうしますか、あなたは思いましたけど。ということなんで、だからまあそんな感じでいきましょうか、とりあえず2人。はい、それだったら石原さんも楽しいでしょ、一緒に喋ってたら。そうですね。やっぱり自分一人で話す対談の方が、やってる方も楽しいんで。はい。まあだから、まあ、だから要は、部長と副部長が直接コンテンツを作って、実際こんな風にやりましょうみたいな感じで見せるわけですよね。その言ってるんです、うん。なんちゃらなんちゃら、なんか忘れましたけど、なんちゃらなんちゃらって言ったら、プロセスなんちゃらでした。そうですね。あ、それはなんかエコノミーですね。あ、プロセスエコノミー。それそれそれ。プロセスエコノミーを実際に、で、多分、あの何気なく和田さん、北川さんがやってるのもプロセスエコノミーっぽいし。そうそうそうです。と、ね、いうかあの、みんなやってるんですよ。結局自分の活動を Facebook で投稿するじゃないですか。やってます、ね。あれがまさにそうなんですよ。ですよね。だから自然にやってることなんですけど、まあ、意識してそれをやってるっていう人はあまりまだいてなくて。ですよね。だから多分その、僕はプロセスエコノミーと共感はつながってそうな気がしてるんですけど、ね。うん、つながってます ね, ね。なんでちょっとその辺の証明のために2人で実験しましょうって話。多分だから和田さんとかあの木作さんも、まあ、意識してるかどうかは、まあ、ご存知だとは思うんですけどね。多分、まあ、無意識に多分それを今言葉になってきましたけど、無意識に多分やられたことだと思うんですよね。僕は木作さんを知ってると思いますけどね。うん、おそらく僕正直今までいろんな人のなんかコンサル、まあ、いろんななんかまあいろんな媒体とかコンテンツ見てきましたけども、正味木坂さん以上の人は見たことないですもん。うん、ちょっとやっぱぶっ飛んでますよね。レベルが違いすぎて枠がぶっ飛んでますよ。僕あそこまで分かりやすい授業聞いたことないんで今まで。あ、初めてでしたもん。僕はそれでハマったんですよ、木坂さんに。うん、一発でハマりましたね。あの無料のあの何でしたっけ、あのコンテンツのやつめっちゃハマったんですけど、うん、無料のあの何ていうの、ビジネス大百科2。あ、はいはい、私あれめっちゃハマりました。あれ北川さんに完全ハマったんですよ。全部見てないですか。あれダウンロードだけして見れてないんですか。もったいないですね。僕も 4,5 回は見てますね、あれ。ちょっと見てみます。 4,5 回見てますね。また見ようかな。いや面白い、北川さんのやつマジおもろいんで何回も見てますけど、見てますけど、まあ、最近はでも斉藤ひとりさんのポッドキャスト聞いてますけど、最近は。そうね。まあ、はい、でもまたちょっとなんか同じネタばっかりになってきたので、また北川さんに戻ろうかな。なんかそんな感じでやってますけど、やっぱ絶対ね、インプットちゃんとやって、アウトプット絶対ちゃんとしないといけないなというのに、まあ、立ち返ったんで、それで考えて、まあ、この形にしたんですよ。まあ、これだったらインプットとアウトプットどっちも見せれますし、ね、うん、そうですね。見てる人自体も多分動画単に見てるだけでも勉強にはなると思うんで。で、なんかやっぱり参加したいと思った人は来ると思うんですよ、今日みたいに。うん、そうですね。こんな感じでやっていきましょう。うん、で、一応僕2時半から仕事なんで、今日のところはこの辺にしまして、日程の方ですね。はい。次の勉強会ですけど、次の勉強会の時にあれですよ、ポッドキャストの収録やりましょう、一回。ああ、さっきの質問のやつですね。さっきの質問のやつ。あれ、はい、とりあえず、いきなりじゃあ今からやりましょうって言ってもちょっとあれだと思うんで、僕も一応回答準備したいんで。はい、わかりました。はい。なんで一応ちょっと次回までに準備して、2人で対談形式で喋って。はい。で、やっていきましょう。開発のバリバリのところに話せるんで、一応。相場も含めてね、値段の話もできるんで。今現在進行でやってるやつもあるんで。多分その辺聞きたいと思うんですよ、部員の人も。そうですね、私も裏側って言ったら、IT の裏側って言ったらですけど、うん、相場感とか。で、その辺ではないところ、まあ、僕がちょっとお金のことを意識しすぎて、なんかちょっとその辺出し惜しみしてる感じでやってたんで、余計面白くないですよ。と思ってたんで、今回もそれ取っ払ってやってみようと思ったんで。はい、だからまあ、実際には多分今やってるこの流してる動画も無料ですけど、うん、無料張りかなっていう、はっきり言うと。まあ、でもそれぐらいじゃないと多分みんな反応、まあ、多分和田さん、木坂さんに慣れてやってるんで、みんなそれぐらいのコンテンツ出さんと多分無理だなと思ったんで。うん。なんでもうちょっと考え方切り替えてこの形でいきますわ。はい。はい。ということで、で、次回11か12どっち空いてます？ 11 か12。
っちがまあ来週はちょっとど、無事無理。ちっともうちょっと時間取れそうにないです。あ、じゃあもう来週休みしましょう、それだったら。はい、すみません。いや、いいです、いいです。だって2人でやらない意味でしょ。これ1人やってても仕方が虚しいだけじゃないですか。こいつ1人喋ってないかな。はいなんか他の質問ももしあるようだったら前もって送っていただけると回答考えときますので。あ、そうですね。じゃあ余ってる質問ポッドキ、はい、あ、じゃあほんまのラジライブの余ってる質問全部送りますね、後で。はい、はい、それもまとめて考えてください、とりあえず。でそれがなくなる前の段階でまた新しい質問考えてください、それだったら。はい、それでちょっと練習してやってみましょう、2人で。はい、それ で、じゃあちょっと僕19無理なんで、じゃあその1周飛んで18は空いてます？18。あ、18だったら、お昼からだったら何時でも大丈夫ですね。大丈夫です。はい。であれば、一応じゃあまた13時、今日と同じ時間しましょうか、とりあえずね。13時半で。はい、13時半にしましょうか。はい。あれですね、もうだから全部やりましょうか。だからタイトルもちょっと考えますけど、コミュニティ音声動画配信勉強会長いな部活でもいいし、どっちでもいいですけど、なんか考えないといけない勉強会の。そうですね、まあ、ちょっととりあえずコミュニティ音声動画配信勉強会で言ってみましょうか。はい、そうですね、その方が勉強になるかも。で、それでやると。エネルギーやってとか、あとエネルギー。じゃあまたイベント立ち上げるんで、はい。で立ち上げて送りますよ。いい感じで。まあこんな感じ、もう一応この形式でいきますね、毎回。はい。はい。じゃあ一応、まあよほど急な仕事が入らん限りは、じゃあ、18日土曜日は13時半からということで。はい。はい、そんな感じで一応やってみましょう。まあ、マックスで40分から1時間ぐらいですか。まあまあ、だからそれぐらいの時間、まあ1時間以内ではまあ収めたいんで。うん。はい。まあ、じゃあそれでやって、で、ポッドキャストの次回は収録で、で、まあ実際配信もする。うん。ポッドキャストって番組自体はなんか時間決めたりしてるんですか？何分ぐらいとか。まあ一応10分以内目処でやってはいますけど、長引いた時は40分とかいきますよ。結構いや、だから全然、だから時間に関しては縛りないんで、だから、本丸ラジオはあったでしょ。なるほど。あ、じゃあ、特に時間決めてなくて、まあ、いい盛り上がれば行けるとこまで行くみたいな感じ。みたいな感じでいいですよ。だから、内原さんの納得いくように喋ってほしいだけなんで。はい。逆に言うと。だから別に10分でなくてですよ。はい、別にこっちもそれで、それぐらい長いコンテンツ録画できるのもありがたいんで。うん。いや、なく、もうありがたいんだけど、部活しながらこれ、ポッドキャストのネタもできる。そうです。たぶん、いや、たぶん一般の質問が不足気味だったんで、助かりますわ、ちょうど。そうです。こうやってコンテンツ作ったらいいんだなっていうヒントにもなりますね、確かにね。なるでしょ。うん。ヒントになる。でも、だから実践でやったらいいかなっていう。まあ、だからそれで一緒に、やっていったら面白いんちゃうかなと思う。だからかなり惜しい。無料で手伝うだけ手伝って、そこで経験積めるじゃないですか。うん、そうですね。まあまあ、もろに和佐さん、木佐さんがまあ、和佐さんがやってるやり方パクってるんですけどね。よく考えたらそうですね。やっぱりそうやってますもんね、2人で。そうやってるでしょ。2人で情報発信しながらそれがコンテンツになってるっていう感じ。いう感じでしょ。うん。で、僕はもう、和佐さんのメルマガでここまで来たんで、はっきり言うと。僕が独立できたのは和佐さんのおかげなんですよ。ああ、そうなんですか。はっきり言うと。僕も和佐さんのメールマガだけで独立できたんで。無料のコンテンツのやつだけで独立できました。一応お話ししておくと。だから絶対に和佐さんがやってることとか、木坂さんがやってることって追いかけた方がいいですね。うん。実際に。やっぱりそれで学んでる人たちはそれなりにやっぱみんな成果出してるんで。うん。ほんまに、だからなんか本当に木坂さんのマジのファンみたいな人とかもなんか、見てる人とかもむっちゃ多分稼いでると思うんで。うん。やんだけ分かりやすかったら、もう、木坂さんの説明が分かりやすすぎるみたいな感じなんで。うん。僕はもうこのエネルギアでこの部活を立ち上げたら、半分まあ、和佐さんに恩返ししたいっていうのがあってやってるんですけど。なるほど。正直な話で言うと。まあ、そういう感じですよ。だからまあ、一応そんな感じで進めてみましょう。だからまあ、あくまでモデリングは和佐木坂さんですね。和佐さん、木坂さん、モデリング。まあ、特に和佐さんですね。和佐さんモデリングしながら、
常に動いていけば部活に関してもうまいこといくと思います。うん、このやり方でいきましょう。まあ、一応、一通り研究した感じがこれでいけますわ、多分。大体情報を集めた感じでいくと。いけそうな感じします。はい、なんで、まあ、これで進めていって、ね、また反応を見ながらちょっと楽しんでいきましょう。とりあえず、まあね、僕が嬉しかったら初回の勉強会でいきなり反応してくれたら超嬉しかった。そうですね。あれはほんまにすごいですね。すごいですね。熱量ですね。で、多分、まあ、動画も見てますね、なんやかんやでみんな。で、それで、まあ、ちょっと、最初はちょっとなんか、探りながらでしたけども、ちょっとここから全力プレイでいくんで。はい。はい。まあ、だから多分石原さんはかなり勉強にはなると思います。僕の隣で見てるだけでも。うん、もう今日のだけでもかなり勉強。参考にできるとこは盛りだくさんなので。でしょ？はい、ありがたいです。ありがたいです。だって本来ならこれお金もらってやってますからね、もちろん。うん。だから結構勉強なんでしょ？はい。聞いてるだけでも。だからまあその辺も、で、まあ、井原さん の, ゲスト出演の頑張りもあったんで、で、僕も、あ、やっぱここは期待に応えると思って、じゃあ仕方ない本気見せましょうって話で、まあ別にまだ本気でもないですけど、じゃ あ, ちょっとお見せしましょう、本当のところっていうので一応見せてるだけなんですけどね。まあ、まあ一応僕も独立してここまでやってきてるんで、まあ冗談でここまで来れないですからね、正直。そうですよね。まあ一応それなりの経験値はあるんで、まあだからそれなりの話はやろうと思ったらできるんですよ。ただ無料でやりたくないっていうだけで。だったんですけど、まあね、ちょっとその辺はちょっと割り切っていって、もうとりあえず今研究段階のやつだったらいいかなと思ったんで、ちょっとそれでやっていこう。まあ、マサさんのパクリでいきます。まあ、恩返しも込めて。で、まあちょっとこれでやっていきましょう。はい。はい。ということで、まあ大体以上にしまして、一応次回10、1週飛んで2週間後の18日土曜日の、13時半からですね。はい。はい。で、最後にですね、まあ、この動画を見ている方に向けてちょっとまあメッセージということで、本丸ラジオの、ゲスト出演したい方に関しては、直接、まあ、僕か、副部長の石原さんの方にメッセージください。で、まあ、単純に見学だけでもいいんですけど、もし来たいという方がいれば、ぜひちょっと、連絡いただければなと思います。という感じですね。石原さんの方から何かお知らせとかあります？大丈夫ですか？そうですね、やっぱり一人でやっててもつまんないし、やっぱ結果が出ないっていうのは今日の話でもあったと思うんですけど、やっぱりビジネスだからっていうのを取っ払って、やっぱり楽しむっていうところが一つ、そのマネタイズの一番最初のポイントとしてもすごく重要だなと思うんで、はい、とにかくなんか楽しんで一緒にやっていける方をどんどん来ていただきたいですね。いいですね。なんで、まあ、はい、動画をまあ見ている方で、その中で自然にこうスキルアップしていって気づいたらマネタイズできてたっていうのが一番いいと思うんで、ね、まあそういうことをやってみたい方はぜひとも参加していただければと思ってます。そうですね。なんで、まあ、それであったりとか、まあ、なんかコラボしたいとかっていうのもあれば、ぜひ声かけてほしいなっていう感じですね。せっかく、まあ、何かのご縁でこうやって出会ってると思いますんで、で、まあ、石原さんはそのご縁をうまく活用されて、最近、本丸ラジオで、まあ、ラジライブにゲスト出演されて、そうですね。それで自分の実績もできて、それでまあマネタイズに関してはまだいけてなかったとしても、そのマネタイズの種まきはしたんですよ、それで。やっぱりね、あれは、まあ、それ以上にやっぱりね、なんかその内面的な変化っていうのはすごく感じるところがあって、成長できたところがあるんですね、実は。やっててよかったでしょ、あれ。あれは、見学者集めるときに特にそうだったんですね。ね、だいぶ勉強なんでしょ。見学者がめっちゃいい、ね。多分今までの自分だったら2人、多分ゼロだったと思います、見学者。ね、だそこのがやっぱ2人集められたのはね、かなりやっぱ成長してるっていうところはすごく実感があってですね。あ、だから副産物ですけど、ゲスト出演してやってよかったって本当に一番思うのはそこですね。ね、なんかそこに関しては実際2人で打ち合わせしながら僕が結構いろいろ言ったんで、まあ、それは多分ヒントだったと思うんですよ、考え方として、ね。だから多分、だからまあ一応ゲスト出演し、まあ、だからノーギャラの代わりにまあ言うたらちょっとコンサル受けてると一緒なんで、やってそうです、ね。多分それで気づきがあってちょっと成長できたと思います。まあ、その辺を参考にしながらで、まあ、一緒にもエネルギアで僕と深く関わっていただければそれなりにはいけると思うんで、まあ一緒に頑張っていって、
で、まあ、コラボできるところコラボをして、一緒にいろいろ仕事もやっていきましょう。はい。はい。そんな感じで、まあ、一応、まあ、だから、石原さんからご紹介いただいた中で、実際も、入会もいただいて、今、コンサル受けてて、しかもコラボしたいっていう人も出てきてるんですよ。うん。おかげさんで、石原さんのおかげですよ、完全に。はい。なんで、まあ、これも2人で協力しながら、ちょっと、まあ、このコミュニティを厚くしていって、まあ、いろいろ発信できるように頑張ってやっていきましょう。はい。はい。ということで、思ってる話が長くなっちゃいましたけど、今日のところは以上にしまして。はい。はい。で、次回はですね、18日土曜日の13時半からということで。はい。はい、了解です。はい。この番組聞いてる人で参加したいと思う方は、参加してください。待ってます。楽しみにしますんで。はい。ということで、今日は以上で終わりたいと思います。はい。はい。ありがとうございました。頑張ってやっていきましょう。はい。じゃあ、この後すぐポッドキャストの質問を送りますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、失礼します。失礼します。はい。